本尊。日蓮正宗の本尊は、本門階段の第五本尊という。また、一円武大僧余の大井五本尊とも呼ばれ、日蓮正宗の伝承では、周祖日蓮が、楠の記事に図見し、図見後を法師が彫刻したと、されているものである。中央に、南無明法蓮華経の題目、題目の下に、日蓮の顔を、題目の周囲に諸尊を勘定し、四隅に四大天皇、 左右に、不動、愛禅の凡字が書かれているのが特徴である。また、本門階段の大井ご本尊には、本門階段、元手や白奥西毛や、北家公衆等軽白度と添え書きがなされている。日蓮正宗の末寺には、保守が、本門階段の大井ご本尊を書者した曼羅、ご本尊が安置され、信者にも、保守が、本門階段の大井ご本尊を書者したという曼羅が、 カフされる。本門階段の大井御本尊は1279年、法安2年10月12日修祖所見と伝えられ、日蓮聖集では、修祖の出世の本会、本が、い、修祖所見の荼羅の中でも、極む境の大荼羅と位置づけ、奇妙糸目の本尊と定める。大石寺法案堂に、安置の本門階段の大井御本尊の横には、宮殿、辻があり、 最初フッツと呼ばれるわずか三寸の日蓮の像が安置されている。なお、この五本尊が日蓮時刻によるものかどうかは多くの研究者によって否定されており、北山本門寺の非十四曼荼羅と告示していることが指摘されている。周素書見の大曼荼羅本尊については、美術外交家の間において文字曼荼羅、十回曼荼羅などと呼ばれているものもあるが、日蓮聖集ではこれらは、 すべて、伝本門階段の大井語本尊を木の幹とした枝葉あるとされている。南無妙法蓮華行の題目と周祖の名、日蓮、および藩型からなる主題が、特徴的な筆さばきで中央に縦書きされ、その左右を、仏界のおくるみ、他方如来から、菩薩や、神々、地獄界の台場だったに至るまで、一年三千に包含される主張を代表する、数多くの名前が取り囲む、 という構造になっている。この姿は、本尊七個の総称の中央の主題、左右の十回、皆ことごとく日蓮なりとの言葉のごとく、両前会場の儀式の姿を借りて、日蓮の一心に備わるところの十回た外具、百回戦所、ことの一年三千の体を表すとされる。すなわち、中央の南無妙法蓮華行、左右の十回の少女ともに、 日蓮の生命全体を表すとし、ゆえに日蓮は、日蓮が魂を隅に染め流して書きうろうぞ、信じさせたまえというのだ、とされる。日蓮正宗の、各寺院、施設及び、各神都宅には、時の保守によって授与された、中祖書圏の大荼羅本尊、もしくは、歴代保守による、書者の荼羅本尊が安置されており、本尊に対する日々の救治は、 生身の日蓮大聖人にお使いするのと同じ気持ちで行うべきことが当然とされている。この本尊は生身の仏、すなわち、五本仏日蓮大聖人の悟りそのものであると時に、人本尊、人本尊、としての宗祖の境界と、堺里氏名号をして、忍法一個、イコール相則一体の関係において表されていると、される。この本尊にあっさゆに、 本業将来することこそが、どんなものでも、必ずフッツになれるというホッケ業の門弟に、きちんされたことの一年三千の法を、単なる理屈ではなく、実際に一生成仏を遂げるための実践法、つまり、関心修行として体現するものであることとされている。第二祖の日光は、神天上の訪問を厳格に主張して、多周勘定の神社をすべて奉納と断じた反面、 光線ルフが達成された暁においては、日本全国の神社仏閣すべてにご本尊が安置されることから、参拝を解禁すべき胸をも書き残している。このためか、静岡県富士宮市の大石寺周辺の神社には、身体として日蓮正宗の本尊が安置されているところがある。本尊の形態には、私服本尊と半本尊がある。私福本尊は表具をつけて、 掛け軸の形にしてあり、保守シュ直筆の上住本尊、書写本尊とホッシュ直筆の漫柄を印刷した片木本尊に分けられる。寺院所蔵の私服本尊はすべて上住本尊であり、葬儀の際に掲げられる同志本尊も同じく上住本尊である。神徒宅に貸し下げられる本尊は片木本尊、特別片木本尊もあるで、新人熱心な神徒が、 所属寺院を通して、総本山に申請すれば、常住本尊が授与されることもある。半本尊は、日光門流のみに代表される、常住本尊である。総本山の書道、を、各寺院の本堂に安置され、伝、本門階段の大井の本尊を模して、黒うし塗りの板に文字を刻み、文字には、金箔が施されている。また、 松寺の客殿や納骨堂に安置される板本尊には、保守時ュ直筆の白木の板本尊もある。蓮ン座に本尊のへそを差し込んで安置されている。大石寺客殿安置の五座代わり五本尊、日光書写など、周囲に金色の枠が施されている本尊もあるが、施設に関しては、私服本尊のところもあれば、半本尊のところもある。なお、ここに書かれている。 上住番語本尊と本門階段第五本尊の形状は同じである。また、本尊には、書写年月日、所蔵人名、安置場所、元首名などが脇書として書かれることもあり、本尊を書写した時の保守の名と半型、顔も下部に書かれている。各寺院所蔵の本尊のうち、枕行、通夜、葬儀の際に掲げられる同志本尊は、 個人を霊山浄土へ導くとされる、促進成仏のための本尊で、促進成仏の御本尊とも言われる。また、総本山大石寺をはじめとする寺院の納骨堂には、本尊が安置される場合もある。納骨堂に本尊を安置する場合も、同じ意味で、同詞本尊が安置され、板本尊も存在する。通称、死神殿御本尊と呼ばれるものは、 富士大石寺と京都陽宝寺にある本尊である。しかし、大石寺と陽宝寺のものは、全くの別物である。大石寺のものは、1280年大祭化のいたつ3月ピ、日蓮の神筆で至福の曼羅であり、富士修学要集五巻には、死神殿五本尊とゴースと記載され、天皇が日蓮の仏法に敬した時、天皇に下伏し死神殿。 天皇の住居に奉敬するための特別の本尊とされている。また別な伝説によれば、大石寺旧世、日中の時代に、本門階段の大井五本尊を、盗賊から守るため沼津の井手という家の洞に保管し、四神殿五本尊を板に刻み、身代わり五本尊としたと伝えられている。四神殿五本尊という名称は、元より伝承であり、長い間親しまれてきたが、 2002年のお虫払い、法要において、大石寺67世、日賢の説法があり、その名称も見直しが行われるべきであり、獅子総称のご本尊、または獅子伝寺のご本尊と呼ぶのが正しいとされている。洋法寺にあるものは、1756年、獅子神殿において天覧に奏した至福の曼羅であるが、日蓮の神筆ではないとされている。本尊の安置形式は、 通常は本尊のみを安置する形式であるが、一部の寺院では、大石寺の御影堂のように本尊の前に、日蓮の像を安置する、御影堂式、一体三方式、または、大石寺の客殿のように中央に本尊を安置し、本尊に向かって左側に日蓮の像、本尊に向かって右側に日光の像を安置する、客殿式。 別体三方式の安置形式をとっているところもある。日蓮聖宗では、本尊を図紙に安置する。また、仏壇に位牌を置くことはない。葬儀においては、白木の位牌が用いられるが、五十七日期または十七日期などに、納骨を行う際に、過去帳に記入し、白木の位牌は、お寺治めとする。したがって、朝夕の言行においては、 過去調を見ながら仏古者の追善を行う。また、日蓮真っ最の仏壇は、多宗派の仏壇とは、構造が大きく異なり、内側に寿司がついているものが特徴である。また、寺院の寿司を模した家庭用仏壇もある。神徒が仏壇に遺廃を置くことはないが、大石寺の大行動の仏前には、日光と日目の遺廃が安置されている。これは、日蓮が説法し、 血脈を直接受け継いだとされる弟子の日光と日目が日蓮の見守る、説法する意味が込められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。